このアミーボーって何やろな。アミーボ自体は知ってますよ。スマブラとかでもね、売ってるフィギュアとかを買って、それでスマブラなんかめちゃくちゃ強いユニットが作れるみたいな、そういうのは知ってるんですよ。フィギュアにデータが内蔵されるタイプのアミーボっていうシステムがあるんですけど、 3DS の時代からある。これなんだろうね、ちょっとやってみたいな。アミーボタッチで遊べる。アミーボ、あ、わかった。じゃあゲームパッドのこれにタッチするんだね。じゃあタッチしてみます。アミーボパーティー、え、なにこれ。待って、アミーボパーティーは初めて見たな。え、参加する人数を選んでください。一人です、はい、よし、じゃあ決めました。ゲームパッドで入れるっていうことなんで、こんな感じですかね。ゲームパッドで操作してくださいなんでね、なんか不便ですね。次へ、俺は何かするのかな。はい、あー、ロゼッタのマップだからロゼッタのマップができるんだ。え、これで遊ぶの？あ、でもゲームパッドばっかだな。よければゲームスタートを押してください。設定見たい。あー、こういうことか。じゃあゲームスタートで。え、俺は何かするのか？ゲームパッドで遊ぶのかな？あー、テレビを見てくださいって書いてある。コースをぐるぐる回ってコインをゲットし、そのコインでスターを集めていくゲーム。あれ？これじゃん！いつも僕がさ、言ってたマリオパーティー。これ。これよ、これ。自分が言ってたのはね。ぐるぐる回ってコインゲット。そう。これが従来のマリオパーティーだからね。あ、アミーボないとできないのこれ。一応僕、ロゼッタのアミーボと、あとクッパだったから、アミー所持してんの。それは持ってるんですけど、それでやるのかな。アミーボとウィニムコンテモと遊びます。ゲームパッド周りに集まろう。オッケー、みんな集まろうぜ。誰もいねえ。アミーボをタッチして、ゲームスタート。本当はみんなで持ち寄れるんだね、多分。これだと。みんなで持ち寄って、遊べる。あ、なんかスゴロクの駒みたいになってるね。こうしてみると。待って、ロゼッタの名前が、ちょっと違うんだけど。へぇ、今回はなんか完全にスゴロクみたいな感じになってるね。へぇ、いつものようにキャラが歩いていくわけじゃなく、スゴロクみたいな感じで。あー、完全そうだね。あ、従来のマリオパーティーだね、これは。おー。これは、わかりやすく。ただ、ワンマップなのちょっと残念だね。なんか、1画面マップしかないのちょっと残念だな。お、ハプニングとかちゃんとあんじゃん。なんだ。ライブアウト場所より行くまっすぐ。おー、なるほど。5コインもらう。まあ、まだね、初めのターンは、優しめなハプニングですね。こういうモードもあるんだね。アミーボがあって初めてマリオパーティーができるってどういうことやねん。逆じゃない？あ、Wii パッドにね、今ね、自分のアミーボの情報が出ていますね。ニックメールがマイリベリーになってるんだ。ロゼッタの前マイリベリーになってんぞ、おい。おい、ハンちゃん。ロゼッタじゃないんだ。マイリベリーで出るんだ。じゃあ、マイリベリー行こう。え？あ、サイコロを振るのが、あ、何これめんどくさい。ゲームパッドに当てて、上に引き上げる。そうすると、なぜかサイコロ振れます。A ボタンで振らせてくれよ。あ、来た！これ。ミニゲーム、そう、これだよ、これ。こういうのだよね、なんか、ターンの最後にミニゲームあって、買った人がコインもらえる。これよ。うん。で、これは何をすんの？暗闇の中、迷路で仲間と出会おう。チーム戦か。なるほど。早くお互い会った方が勝ちってことか。オッケー。これは自分で操作するのかな？多分そうだね。よっしゃ、自分がロゼッタか。なんか。はい。あー、俺赤側のルイージとは出会いってことね。了解。わかんねえな。ルイージがこっちに巡り合ってくれんのかな。これ、自分下側からだね。下から行けば。あ、これはね、こうで。こうで。マップの判別早すぎない？おかしいな、自分。そんなさ、そんななんかさ、嘘でしょ？そんな何か、コンピューレベル強くしたような覚えないんだけどね。普通に、ナチュラルに負けたわ。なんかナチュラルに負けたから何も言えないんだけど。まあまあでもこっからですよ。こっからミニゲームパンパンパンって勝ってきゃいいんでね。もう連打ゲームとか来たら僕勝ちなんで、もう。
あ、スターもらえるの？あ、20個やるからもらえるんだ。自分だけもらえないんじゃないのこれ。このまま行っちゃうと。いや、もらえたか。あ、スター移動するんだ、一つ取ったら。それ移動するよな。集めてスターピースって何？あ、何してんの？なんか俺の知らないところなんか君たち動かないで。え、あ、ミニゲーム的な感じか。こんなんもあるんだ、一応。ロゼッタのマップだからスターピースとか？じゃあ他のキャラのマップとかどうなるんだろうね。うわ、結構もらえんじゃん。ルイージ好調だね。さっきミニゲーム負けたのに。お、みんなにミニゲーム。さ、勝たせてもらうぜ。そろそろ。いや、でも知らないミニゲーム多いからね。どうなんだろう。平方ドーナツ。なんだ？たくさん持っているのは？どういうこと？たくさん持っている。シャッフルされて、あー、そういうことか。シャッフルね。オッケー。わかった。シャッフルされて、その中で一番多いやつ。オッケー、大丈夫です。動体視力を鍛えられるやつだな、これ。一番右からね。一番右。はい、覚えます。一番多くだもんね。ぶつかんの？ちょっと待って、ぶつかんの聞いてねえな。そうやってぶつかったりして移動すんのか。なるほどね。これ、もう見失ったかもしれん、自分。これ！選べ！選びます！これ！あ、みんな違う！なんの湖？やったー！みんなそんな違うってびっくりしたわ。なんでみんなそんな違うの？びっくりするよ。はい。大丈夫。まだ見てるよ。ジャンプすんな。分かってる。大丈夫。はい、これ。なんでみんなそんな全部ばらけてんだよ。おいおい、オッケー。オッケー。いいよ。はい。あー、いや、ちょっと待って。ちょっと待ってね。これはわかんない。いや、俺の第六感言ってる。動体視力。信じろ、動体視力。おぉ！おぶれ！ギリギリ勝ってる！あぶねえ！ギリギリ勝った！危なかった！いや、何この平和な風景！なんだこの平和の風景！勝っても負けてもいい風景じゃねえか！さあ、いやー、27コイン。俺結構ドベの方なんだな。初めのミニゲーム聞いてんな、こうしてみると。じゃあ、そろそろスターをね、手に入れさせてもらいますよ、と。いやー、これ、うまいこと、最後の出目も肝心なっつってんだろ、この野郎。1ってなんだよ。進まねえ。牛の歩み。さあ、1、3ミニゲーム。あ、本当にバラバラに決まるね。ってことは、1、3ミニゲーム。これは、一人で勝った、あー、なんだろう。一人で買ったらめっちゃもらえんじゃん。何それ、いいな。スイッチオン。あー、いや、難しい。これ、ピップドロップした場所とは違う場所にいるって、難しいな、こっち。結構難しくないか？これ、こっちの操作。ルイージと違うところにいないといけないってことか。いや、難しいって。ルイージの場所見よ。ピンク。緑。青。緑。ピンク。赤。ピンク。赤。青。はい、合唱。さすがにコンピューター差がそんな強くないもんね。おめえだってさっき俺と組んだけど弱かったもん。かつての仲間、お前。切らすなよ。何これ、スターリングジャンプって。何してんだろう、全然俺には分かんない。何をしてるのか俺には分かんない。フィニッシュ、突然のフィニッシュ起こっとるけど。すげえ飛ぶじゃん。おー、おかえり。2コイン。いや、何をしとったんやろ、全然俺には分からん。俺には理解できない何かをしていたのは確かなんだが。待って、これキノピオすんじゃ。スター取りたいな、自分も。結局、スター取ったもん勝ちだからね、これ。マリオパー、従来のマリオパーティーのルール通り行くと、どんだけコイン持ってても意味ないからね。4! さあ、スターリングジャンプだ。何をするんだろうね。ミニモコン振ってギリギリまでパワーダメよ。オッケー、行くぜ。うわあ、そういうことか。こういうことね。はい。振りすぎたらダメってことね。
え、でもそこそこ飛んだんじゃない、そこそこね飛んだと。あー、もっといけたのか。些細なコインやな、些細な報酬やな。5コイン、まあ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 、4マス。よいよいよ、フィギュアの、あ、こらんこらんスターを1個募集ってないもん。スター。やめて、スターないって、スター募集ないです。いや、ないっす。ロゼットさんはビデオでクッパがスターを1個プレゼントしてくれるそうです。サービスマスになってんじゃねえかよ。なんかビニだからとか。スターゲットじゃねえよ。どういう形でお前もらってんの。情けねえ。あ、一旦ミニゲーム自分じゃん。勝たせてもらうぜ。一人勝ちで狙わせてもらう。チャボンで捕まえろ。なんだろうなこれは。でも一人勝ちしたらでかいね。なんだろう。シャボン玉で全員をキャッチ2。あ、2で膨らまして、で、全員をキャッチってどういうこと？これ多分さ、キャッチした後に、他のプレイヤーが割れちゃうのか。あ、難しいな、これ。他のプレイヤーがシャボン玉を割りに行けってこと？初見じゃこれ難しいか？でも45秒あるよ。あ、結構連続して、出せるんだね。あ、で、ある程度の大きさの、上限があるってことか。で、助けに行くんだろ、お前。分かってんだよ。あとは詰将棋ですよ。あとは詰将棋ですよ、これ。はい、終わり。あとは詰将棋ですよ、こんな。一人勝ち。このままうまくいけばね、次のスターまで手に入りそうだからね。あ、スターリングジャンプだ、君も。いや、もういいよ。これ長いからカットしとくね。バサッといくわ、もう。飛べすらしてないのかよ。今飛べすらせずに降りてきたかな。何しに来たんや、あいつは。このキノピの目が、あー、スター取られた。スター取られちゃったなー。これで、自分はスターをまだ取ってない。いや、うまいことね、巡り合わないと。この狭いマップだからと、うまいこと巡り合わないとダメだもんね。だから、あ、で、しかもこいつワープだからさ、スターのすぐ近くまで行けるじゃん。やばいなぁ。完全に勝つ気じゃん。やばいなぁ。このままだとスター取られるの。スターなんかコイン没収とかないんかな。それこそさっきのクッパマスがだけだったかな。ライバルと場所入れ替えとかにするしかないんかな。5。1、2、3、4、5。特に何もなしやな。ああ、これもいんの？なんか結構大変ね。1,2,3 最後も使うときあるんだろうか。6ターン。みんなでミニゲーム。いいね、でもなんかさ、従来のマリオパーティーしてる感じで。いいね。なにこれ。横持ち。雲を集めててっぺん。あー、しかも時間制限あるから、雲取りつつ、チョロボンに当たれないしつつ、一番上まで行けってことか。オッケー。白車。これね、ライバルと取り合いになっちゃうんだよな。そう、取り合いになるんだよね。いきます。当たらないようにね。当たらないように、かつ、早めに。介入しないように。あ、結構当たり判定あんのか、しかも。ライバルとこうやって当たるとぶつかり合いになっちゃうのか。くそ。俺僕あーくそ危ない危ない、チョロモンが来てる。ここは安全に。おらおらうい、危ねいいぞ。あ、横からも、あ、後で来る可能性あんのか。よし、いいぞ。いいぞ、俺のもんや。俺のや。俺のだ。雲俺のや。いいぞ、人間の醜いとこ出してけ。ほら、ほら、ほら、取らせるか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 。醜い。今のは醜いわ。今のは見にくいわ、ロゼッタ。これは見にくいって、お前。コインは十分取ってるんだけどな、スターに恵まれないな、位置が。スターの位置に恵まれないんだよね、どうしても。ああ、
定期的にこう集めてスターピースでコインが手に入る。だからコインが取れるんだよね。自分もね、従来のマリオ、ね、マリオパーティーでよく思ってたのが、コインはめちゃくちゃ集まるんだけど、スターマスにたどり着けないんだよね。その移動しちゃうから。だからね、昔の思いだけど、コイン300枚ぐらいあったのに、スターゼロで終わったみたいな。あるなぁ、そういうの。苦々しい思い出ありますもん、僕。もうミニゲームも買ったし、なんか、プラスマスいっぱい止まったし、なんか300枚ぐらいあったのに、もう、全然なんか足りない。そう。スターがね、うまく取らんとあかんでね。キノピオ心また取るんじゃもん。いや、キノピオちょっといいなぁ、お前。デミ見舞えてんな。やばいなぁ。しかも、ちょっとなんで俺の一番後ろ、なんで俺の一つ後ろなのよ。なんで俺の一つ後ろなんだよ。なんでいじめじゃん。俺の一つ後ろはいじめだぞ、なんでも。絶対俺取らせたくないじゃん、スター。いや、コインは手に入るんだ多分今さっき俺が言った通りコインは手に入っちゃうな。プクプクパニック、なんだろう。無敵ジャンプ2で体当たり、どういうこと。無敵ジャンプ2で体当たり、プクプクを倒すゲームになってんね。ってことは基本的にはスターの状態になってるから、プクプクをいかに倒すかってことか。オッケー、あ、オッケー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 、スターになってるのね、すでに。え、珍しいな、ね、スター同士で介入するなんて。でかいのやろ、でかいの。でかいの狙うか。あ、なんかちょっとレア度は高いのっぽいのいるな。ま、ガンガン行こう。ちょっとこれ画面の情報量が多いな。情報量多くて俺も倒せてるから自信ねえもん。あ、あれ、こう、黄色が一番いいのか、でかいのじゃなく。黄色が一番いいのか。黄色狙いたいね、それやったら。いや、でも難しいぞ、これ。53点圧勝。黄色狙った覚えはないんですけどね。さあ、マリオがね、1とか2出せばね、チャンスあります。ありますね、これチャンス。チャンスありますね、これちょっと。いや、マリオもちょっと忖度してくれるのかな？忖度してくれてる感あるね、ちょっと僕に。さすが弱いのコンピューだわ。忖度してくれるわ。いや、なし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 、それは。え？ 5？ いや、分かってる、レイジ忖度してくれるわ、俺に。やっぱ俺に忖度してくれるわ。よかったよかった。ありがとう。いや、たまにはこういう忖度があってもいいと思うんですよね。うん。ありがたいですよ、忖度してくれるのは。オッケーオッケー。これなら大丈夫だね。いや、ありがたいね。もう確定で手に入るからね。よし。ありがとう。いただきます。さあ、いただきます。やった。やめるはないでしょ。やめたら笑うよ。よっしゃー。今んとここれで1位だ。ポイントもあるしね。あ、そこしかもめっちゃ良くない？自分のところ。自分からしたらめちゃくちゃいいところだもんね。死後のサイコロ。4と5と6しか出ません。いやー、強い強い強い。死後のサイコロ強くない？それ。セットしたアイテム、4と5、6しか出ませんわ、強い。あ、しかも次絶対いけるからね。次早速このアイテム使ってみようか。2対2ゲミユン。マリオか、あんま強くないんでしょ、これ2対2のマリオって。勝たせてやる。勝たせてやるよ。玉乗りサッカー。あー、なるほどね。玉乗りサッカーってすごいな、でも名前が。いやー、傾けだね、しかもよく見たら。傾け操作なんだ。オッケー、マリオ、任せろ。俺がやったろ。俺全部やる。俺が全部やる。任せろ。傾けなんだ。傾け。あ、こういう感じ？ボールを相手のゴールにシュート！あ、なんだ、一点終わりじゃないんだ。いけ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 。超エキサイティング。バカ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 、何してんだ。おい、何やってんだ。
マリオ、俺ら今俺ね2対1なの。マリオちゃんとこっち来てくれよ。はい、よかった、1点入れてよかった。戦った人1人なんだもん。いやー、まあでも結構ギリギリの戦いだな。キノピオが意外と強いな。最下位のマリオさんにコインボーナス。多分マリオコインはいらないと思う。1コイン。お前さ、死体切りすんだよ。あ、え、スター2個との交換もできます。マジかー。え、なにそれ、ちょっと待って、マリオ何それ使ってんの。え、なにそれ、なんで今戻った。5マス進むのは強くないか。やばいな、近いな。キノピオ何持ってんだ。でもあ、アイテムを使うっていうのがある。これかな、シゴロサイコロを使う。こうすると、あ、なるほどね、もうシゴロサイコロが使えるってわけか。なるほど、実質こういうアイテムで戦況動かせる。4一緒やないが。くそー、一緒の位置や。キノピオに取られる可能性高いなー、これ。9ターン。そもそも俺あそこにたどり着けるのが怪しいな。コイン王とかないのかな。横持ち。砂漠でフルーツいっぱい集めよう。あー、こういうやつね。オッケーオッケー。なんか従来にもこういうゲームあったあった。フルーツによって点数高いとかないよね。大丈夫だよね。大体分かった、やり方は。ライバルと介入しない位置取りで手に入れていくってことね。オッケー、いきます。ほい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 、おお、はい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 、こういう感じ、こういう感じ。あ、でも3点の今あったな。邪魔だ、どけろ。どけろ。あ、あれはもう無理、諦めて他のとこ行こう。よし、どけろ、よっしゃ、どけろどけろ、おらどけろ、おらどけろ、おら。あー、くそ、どけろどけろどけろ。あ、増えた増えた、だいぶ増えた。これね、もうこうなるとね、意外とね、適当に動かしておけばいいの。OK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 。なんで途中からもうヤンキーじゃん。な、どけろ、おらとか。ヤンキーロゼッタ。しかもさ、マリオがこれ最高で食らいついてくるんだもんな。ゆっくりサイコロやばいな。で、次のターン絶対取れるじゃん。俺らが取れなかった時。いやー、きっついなー。マジかー。いや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 、6でもいけないじゃん。え、これ6でもいけないじゃん、よく見たら。え、これマリオさ、もしかして、取っちゃう？スター。俺、結果見えてんだけど。これマリオスター取っちゃうんじゃね？6でも足んなかったじゃん、今。見たけど。マリオだって今46コインあるでしょ？ 2 個交換できるでしょ？あれ？積んでる？テレンの館。テレンに捕まらないで。ハートがあるってことは、あんまり食らっちゃいけないってことか。アクションだな。これ人との介入あるから嫌なんだよな。オッケー。人との介入が怖いな。てか、テレンって。テレサじゃないあたりね。あー、サンライフ。で、強制スクロールだ。なんかマリオすげえ上まで連れてかれてますけど。あ、でもこれで強制スクロールロスがあるのか。動き見て、安全地帯を見る。で、こう。で、こうだ。キノピオいいのか、そんなガンガン走って。オッケー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 、ギリギリやな。いや、キノピオ強えな。てか、動き。さすがに、コンピューター難易度俺はどう設定したか忘れちまった。動き見て。動き見て、これはこう。こういってこうだ。キノピオちょっとどけろ。どけろ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 。よし。行けよ。ほら、ほら。ほい。はい。はい。あ、キノピオうめえな、お前。お前うめえわ。お前うめえわ、キノピオ。あ、ファースト、セカンド？その差つく？俺ライフ、え、ライフじゃない？ファースト、セカンドは俺の方がライフは上だったけど。え、そういう基準じゃないんですか？いや、取るね。
これマリオ通るじゃん。これさ、そういう負け方あります？マリオそんな強くなかったじゃん、ミニゲーム。俺頑張ってたじゃん。二つ通るじゃん。いや、二つ通るはダメだって。二つ取れんのはダメでしょ、この10ターンしかない中。無理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 、そこは取って、ドアが開いても無理。マジかー。お前、まさかの不平出てきた。マリオはもう無理だろうと思ってたのに。コンピュー弱い勝つって何事やねん。フィニッシュ。フィニッシュしちゃったよ。俺はもう台あるもん。表彰式。なんか、ボーナススターないんですか？もや出すなよ。え、これさ、ちょっと理不尽じゃない？いや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 、ちょっとこれはおかしい。これはおかしい。忖度した。これは忖度したよ。ちょっとこれは忖度しすぎじゃない？なんか、ボーナススターはあってもいいでしょ。ボーナススターはあってもいいだろう。なんで CPU の弱いが一番勝ってんだよ。お前はマス目がずるすぎるって。絶対忖度しただろう。いい、お前の1位の展開は多分ね、誰も望んでないぞ。